ユリウス2世は16世紀初めのローマ教皇。本名はジュリアーノ・デル・ダ・ローベレ。芸術を愛好し、多くの芸術家を支援したことで、ローマにルネサンス芸術の最盛期をもたらしたが、その知性において教皇領とイタリアから外国の影響を排除しようとした奮闘が戦争好きの政治や教皇というレッテルを彼にもたらすことになった。 アルビッソラの貧しい家で育ったローベレは教皇シクストゥス四世の老いにあたる。その叔父の意向を受けてローベレはフランシスコ会の修道院に学び、自然科学の勉強のためにラペルーズの修道院に送られることになった。しかし、彼はそれを拒否し、フランシスコ会修道院に入った。しかし、フランシスコ会に席を置きながら、1471年に叔父によって、 フランスのカルパンドラの司教に挙げられるまで特例として教区にも在籍していた。1471年、28歳にして数期教に挙げられ、おじが教皇になるまで持っていたサンピエトロイン・ビンコリの数期教諭を引き継いだ。おじの下で影響力を増していったローベレは、アビニョンの大使教諭など八つもの司教職を掛け持ちしていた。1480年には教皇施設として、 フランスに派遣され、4年間同地に滞在した。花々しい経歴の中で、教皇がインドケンテウス発生に変わっても、数期教団における彼の影響力の大きさは増していくばかりであった。当時の数期教団の中で影響力を持っていた、もう一人の人物ロドリゴ・ボルジアとは互いをライバル視するようになっていった。しかし1492年のコンクラーベでは、 アスカニオ・スポルツァの抱き込みに成功し、巨額の賄賂によって、数奇教たちの票を買いまくったボルジアが圧勝し、教皇アレクサンデル六世を名乗ることになった。破れたローベレは、身の危険を感じて、オスティアに逃れ、さらにパリへと逃れた。パリでは、フランス王シャルル八世の身辺にあって、ナポリ王国への継承権を主張するよう、そそのかしていた。百九十四年、ついに、 シャルル8世を動かすことに成功したローベレは、フランス軍と共に、イタリアへ侵入、アレクサンデル6世の抵抗を排除しローマ入場に、成功した。ここで汚職の噂に事欠か,かなかった、アレクサンデル6世を断罪し、退位させることができると思ったが、そこは、アレクサンデル6世の方が一枚上手であった。アレクサンデル6世は、シャルル8世の副讐、ブリソネーに、 通気境を与える約束をしてその地位を保証されたのだった。その後、一旦アレクサンデル6世と和解したが、打倒、ボルジアの野望を捨てず1503年にアレクサンデル6世が没すると、ローベレはミラノのピッコロミニ通気境を支持して、強行選出に大きな役割を果たした。これがピウス3世である。しかし、ピウス3世は病に倒れて急性。 ローベレは、かつての旧敵アレクサンデル6世の書士で、教会軍総司令官であったチェーザレ・ボルジアの指示を取り付けるという政治的な離れ技を行って、教皇位につき、ユリウス2世を名乗った。用済みとなったチェーザレは捕獲され、ナバラ王国に脱走したが、1507年に戦死した。その在位の初めからユリウス2世は、教皇領をめぐる複雑な権力関係や、 大国の影響力を一掃したいと考えていた。そのためにまず取り組んだのは、強行領をほぼ我がものとしていたボルジア家の影響力を拭い去ることであった。複雑な折衝の末に、これに成功すると、ボルジア家のもとで追い込まれていたかつての名族、オルシーニ家とコロンナ家の関係正常化の仲介を行い、強行領とローマの貴族たちとの関係も改善した。 ローマの安全性を確実なものとするため、ユリウス二世は、ファエンツァやリミニなど諸都市から、ベネツィア軍を追い出した。彼らは、アレクサンデル六世政教のどさくさに紛れて、それらの都市を占領していた。1504年には対立することの多かった、神聖ローマ帝国とフランスの同盟に尽力し、その力を借りることで、ベネツィアの影響力を弱めようとした。これは、 イタリアの独立性を弱める危険があるが、当面の策としては、最上のものであった。しかし、この同盟も結局実際的な影響力は、あまりなく、ロマーニャのいくつかの町から、ベネツィア軍が撤退したに留まったが、ついに1 5 0 6年に教皇自らが軍隊を、引いて出たことで、ペルージャやボローニャを陥落させ、フランスと新生ローマ帝国が強皇を無視できなく、 なるほどの影響力を持つことに成功した。1508年には、フランスを類12世及び、アラゴンのフェルナンド2世と組んで、対ベネツィア共和国同盟を結成。1509年初頭には、ベネツィアへの禁輸令などによって、締め付けを強化し、アニャーデロの戦いで、ベネツィアを破ったことで、共和国のイタリア半島における、影響力を一挙に消滅させることに成功した。しかし、 ここに来て、ユリウス二世はイタリアにおける、フランスの影響力の大きさを危惧するようになった。そこで、ベネツィア共和国と同盟し、フランスと敵対した。しかし、フランスとイギリスを離感させようとした教皇の策は、失敗し、逆に1510年に、フランスがトゥールで、教会会議を召集するという反撃に打って出た。フランスの司教団は教皇への忠誠を放棄し、 ルイ十二世は、教皇の範囲を企てた。この目的のため、ピサ教会会議が準備され、1511年に実際に開会した。ユリウス二世は、ベネツィア共和国、アラゴンのフェルナンド二世と、対フランス同盟である新生同盟を締結。イングランドのヘンリーパス世と新生ローマ皇帝、マクシミリアン一世も同盟に加えることに成功した。 教皇はピサでの教会会議に対抗して1512年にローマに公会議を召集した。公会議の召集はユリウス2世が教皇着任にあたって実習を約束したものであったがなかなか実行されずにいたものであった。こうして足元を固めた教皇はついにフランス軍をアルプス北部へ追いやることに成功した。しかし、 これもフランス以外の大国がイタリアに影響力を及ぼすという結果につながるものでしかなかった。ローマ周辺の教皇領の政治的安定と独立を獲得した教皇であったが、イタリア半島全体の独立の夢は叶わず、1513年2月に病没した。教皇の遺体は、司教座聖堂であったサンピエトロイン・ビンコリに葬られた。ユリウス2世の辞席と展望は、 教会関係者のそれというよりは政治家、軍事的指導者のものであった。これはアレクサンデル6世の方針を基本的に受け継いだもので異なっているのは自らの栄誉や一族の繁栄よりも教会の権威と影響力を強力にすることに先進したことである。もっともマキャベリは自らの手でするか息子に委ねるかの違いでしかなかったと言っている。 また前任者の汚職を告発しているが、ユリウス2世もまた自身が関わった、少なくとも二度のコンクラーベで、票の買収工作を行ったり、即位後すぐに三人の老いや重邸を、数奇教に任命するなどしている。ただしこれらの行為は現在では、宗教的堕略ではなく、教皇の軍事的側面を象徴するものと、解釈されている。それでも、 ユリウス2世は不屈の精神に優れた政治的手腕、道徳的中立性などによって、同時代の政治家と比べても結出した存在であることは間違いない。同時に戦争好きであるとか政治家であるという印象を残してはいるが、現代でも人気のある教皇の一人に数えられる。ユリウス2世について忘れてはならないのは芸術の愛好者であり、 多くの芸術家の援助を知っていたということである。ブラマンテやラファエロ、ミケランジェロなどがユリウス2世の援助を受けて優れた創作活動を行った。特にミケランジェロにはシスティーナ礼拝堂の天井画の制作を依頼している。また、ローマの補修、美化にも務め、サンピエトロ大聖堂の新築を決定し、1506年に低組織を取り行ったのも、 ユリウス2世であった。このようにユリウス2世はローマをルネサンスの中心地へと変貌させたのである。ありがとうございます。